はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もワンピースお弟子でやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。クリティカル率は絶対に入れた方がいいですよということですね。今までもう脳筋で攻撃力しか上げてなかったんだけども、今日は、クリティカル率を上げるアクセサリー作りました。で、検証を行いたいので、まずはクリティカル率ゼロで、脳筋の状態。で、次にクリティカル率 100% だけども、若干攻撃力が下がった状態。それでね、どっちの威力が高いか調べてみたいと思います。まずは、これ、攻撃力だけ上げた状態ですね。攻撃力が31100ですね。もうちょっと上げれるね。34000か3000ぐらいまでは上げれそうなんだけども、まあ、とりあえず31100。となってます。この状態で攻撃をするとどれぐらいのダメージ与えることができるのでしょうか。そして会心の一撃が出るとどれぐらいになるのか。ちょっとボンちゃんをサンドバッグにして戦ってみましょう。それではやっていきますね。ボンちゃんは得意属性になるので結構ダメージを与えることはできます。で、消費 TP 軽減 100% にしてるんだけども、それを、なくしたらば、多分ね、4万近く攻撃力上がりそうな気はするけどね。まあまあ、いいや。とりあえず、この状態で、いきます。どれぐらい与えるでしょうか。得意属性の3万1000の攻撃力。42,500、すげえな。すげえな。42,500のダメージを与えることができました。では、次は、会心の一撃、やってみましょう。それでは、装備を変更しましたね。クリティカル 100% にしましたら、攻撃力は28,300。まあ、3000ぐらい下がりました。3000下がったら、どうだろうね。まあ、見てみましょうか。3000下がると、普通だったらば、結構ダメージも影響するんだよね。では、28000の威力の必殺技、いけ！どんぐらいいく？スネークマンゴムゴムのキングコブラ6万、ちょっと待って、半分減らしたぞ。半分減ってない？半分以上減ってるわ。ちょっと待って、会心の一撃すごいんだな今回。あんまり会心がね、威力低いかなと思ってたら、いやいや、そんなことない。ダメージ多分 1.8 倍とかそれぐらいになるね。いや、とんでもないわ。はい、それでは戻ってきました。今日はコメントありがとうございます。クリティカル率は絶対入れた方がいいっていうことで、検証してみたところ、間違いなく、クリティカル率は 100% で入れた方がいいです。攻撃力が多少下がっても、全然ダメージは上がります。絶対入れるべきだね。いや、結構簡単なんですよ。クリティカル率 100% にするのって、まあ、全部見せ売りなので、簡単にね、100% 乗せることができます。いやー、ここまで変わるとは思わなかったな。いやー、すごい効果なので、ぜひね、クリティカル 100% 全員に入れるようにしてみてください。作るのは簡単です。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。